富山県の黒部峡谷を走るトロッコ電車が終点の欅平駅まで全線開通しました。黒部峡谷鉄道は黒部市の宇奈月駅から欅平駅までのおよそ20キロを1時間20分かけて走ります。先月20日に部分開通し、今日は終点の欅平駅まで全線開通しました。コロナ禍の平日ということもあり、乗客の数はまばら。13往復した電車の乗客は123人にとどまりました。新緑がとても美しいです。大自然との距離がとても近く感じられます。開放感たっぷりのトロッコ電車、車内には風が吹き抜け、とても涼しいんです。終点の欅平駅までは41のトンネルをくぐり、21の橋を渡りながら走り抜けます。欅平駅の標高はおよそ600メートル。大自然を満喫できます。こちらが見どころの一つ、人食い岩です。岩が大きく口を開き、人を飲み込んでいるように見えるスポットです。どうですか、飲み込まれているように見えます？無になれるというか、なんかすごい気持ちいいですね。やっぱ自然に出れるのは日頃の疲れ飛びました。黒部峡谷トロッコ電車の営業は11月末までの予定です。